こんにちは、アキスキッチンのアキです。今日はマカロニサラダを作っていきます。マカロニサラダは僕が普段マカロニで作っている得意料理なので、こちらの動画を見て作り方を覚えてご家庭で作ってみてください。こちらも皮も剥いてあります。人参は、このように半分に切っていちょ切りに切っていきます。薄く切った方がいいかなと僕は思うので薄く切ってます。はい、これで完了です。玉ねぎは薄くスライスしていきます。横にしてだいたい5ミリぐらいに切ります。それでは熱湯ができたので、こちらにマカロニを加えて茹でていきたいと思います。規定の時間通り茹でてください。はい、4分経ったのでザルにあげたいと思います。そしたら次は切った人参を茹でます。だいたい 4,5 分茹でていきます。はい、茹で上がったのでザルにあげたいと思います。これで人参の下処理は完了です。玉ねぎは切り終わったので下茹でしていきたいと思います。それでは加えます。だいたい 1,2 分間茹でていきます。玉ねぎは水にさらしたりとか生の状態で辛みを取るという方法がありますけど、僕は熱湯を通して甘みを出してあげて、その甘みをマカロニサラダに加えたいので、このように茹でて玉ねぎの辛さを今回取ろうと思いました。はい、茹で上がったのでザルにあげたいと思います。しばらく放置したのでこのように汁が出てきました。なのでこうやって絞って水気を取りたいと思います、ね、結構ね汁出るんですよ。こちらの汁はもういらないです。こちらで完了です。そしたらボウルに食材を合わせていきます。マカロニちゃん、人参、コーン、玉ねぎ、きゅうりちゃん、はい、ベーコン、調味料も加えていきます。マヨネーズ大さじ4、塩コショウ適量、味の素少々、砂糖小さじ1、こちらを合わせていきたいと思います。もうね、マカロニサラダは、食材の処理が終われば、このように混ぜるだけです。もうめちゃくちゃ簡単なんでね、ぜひ主婦の皆さんに作ってもらいたい料理です。めちゃくちゃ美味しいしね。はい、完成したので、盛り付けていきたいと思います。完成しました。僕がまかないに出してるような美味しいマカロニサラダが作れたので、まあ、せっかくなんでね食べていきたいと思います。いただきます。いや、安定だな。マカロニサラダ本当は美味しい、作りやすいし、マヨネーズを和えるだけみたいな、めちゃくちゃ簡単な料理なのにかつ美味しいっていうね、もう最強ですよ。マカロニや他の食材を完全に冷ましてからマヨネーズを和えているんですけども、その理由は温かい状態にマヨネーズを加えてしまうとびちょびちょになっちゃうんですよね。なのでびちょびちょになったマカロニサラダなんて本当食べたくないし美味しくないんで、茹でた後完全に食材が冷めてからマヨネーズと和えるように、そこは気をつけてください。美味しさが激減してしまうんでね、そこを気をつけてもらってマカロニサラダ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。今回作ったねマカロニサラダのレシピ概要欄に載せておくので、ぜひ皆さん作ってみてください。この料理以外にね、僕はいろんな料理を作っているので、こちらの動画もぜひご覧になってください。あとね、美味しかったっていう感想もお待ちしているので、ぜひ皆さんコメント欄で書いていただけると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。